ドレミドミドミョー、こんにちは、ミョーミニダ、こんばんは、ミョーこと宮崎美穂です。何これやばくない？大丈夫これ？ちょっとおうち感を出すために今日はちょっと前髪を上げたんだけど、はい、こんなスタイルで今日はね、お送りしていきたいと思います。はい、今日はね、紹介したいものがあって、まあ、紹介したいものって言ったらちょっと大げさなんだけど、韓国のカップラーメンを、紹介したいと思います。新大久保とかね、日本で買えるものを、紹介していきたいと思います。はい、じゃあもうね、今日はもっぱんということで早速いろいろ紹介していきましょう。ゴーゴースイン。まず1個目、こちらティギムうどんです。ティギムうどん、これなんか日本語で言ったら天ぷらうどんみたいな感じのカップラーメンです。韓国のカップラーメンって言ってやっぱちょっと辛いのを予想する人も多いし、辛いの苦手な方もいると思うので、これ本当に辛くないです。だから辛いの苦手な人も食べられるっていうやつですね。はい、そして2つ目、まず2つ目に紹介するのこちらです。ワントゥッコン。はい、これはもうね、超私おすすめラーメンです。これ新大久保とか、あとネット通販とかで、買えることができるんですけど、なんだろうな、韓国のカップラーメンって言ったら大体辛ラーメンが一番に有名だと思うんですけど、もうこのワントゥッコンはもうめっちゃ私の一押しなので、今日は紹介していきたいと思います。最後3つ目はですね、こちら、じゃん、マヌルミョンポッキ。はい、これちょっと最近ね、食べてる人もいるかもしれないんですけど、これニンニクのもう辛い焼きそばみたいな感じです。これ私一回食べたことがあるんですけれども、もうニンニク凝縮された辛い麺っていう感じなので、今日はこのニンニク好きな方にぜひおすすめしたいので、こちらの方も紹介していきたいと思います。じゃあまず1つ目のティギムうどんから食べていきまーす。すごい、これマジなんかね、プデュのなんかイメージ、思い出がめっちゃありますね。ユリがめっちゃ食べてたイメージ。いただきまーす。わぁ、美味しそう。なんかね、中は、あれ、なんか変わったものとか入ってないんですけど、このティギムうどんのティギム、このなんだっけ、天ぷらのやつとかちゃんと入ってます。わぁ、あとね、わかめも入ってますね、わかめ。わかめと、あと、ナルト？そう、ナルトと、かまぼこみたいなやつ。と、あと、まあ、ネギかな？入ってます。おう、いただきまーす。じゃあ、スープから。うん！美味しい！結構麺は太めですね。うどんなのでやっぱり。めっちゃ美味しい。このティギム食べてみようかな。なんだろうね、これ何が包まれてるんだろう。食べてみます。なんかかまぼこみたいなのが入ってたっぽい。ちょっとよくわかんない、一瞬だったから。おいしい。いいですね。なんか韓国行ったら普通に外食もするんだけど、なんか夜ホテルで食べるカップラーメンが大好きで、韓国行ったら絶対友達と一緒に夜カップラーメン食べてます。
美味しい。本当にこれちょっとね、マジでおすすめです。逆に言うと韓国っぽさみたいなのはないんだけど、だけど日本にはない味みたいな感じ。そう、ちょっと皆さんぜひ食べてみてください。うん、じゃあ次も紹介していきます。はい、じゃあ2つ目のカップラーメンこちらです。ワンツッコ、お湯、お湯だって作った温度が低すぎたかもしれないやつ。まあいいか。これはね、私が韓国のカップラーメンで一番好きな商品です。すごっ。てかさ、韓国のモッパンとか見てる方は知ってると思うけど、これ結構登場率高いよね、韓国 YouTuber さんの。ちょっと寒いとろ。はい、でこれ食べ方はやっぱこれをね、お皿にしてこうやって食べましょう。うわー、久しぶり食べる、嬉しい。うん、うん、マジでナンバーワンラーメン。しかもやっぱこのラーメン食べるときはこちらよ、キムチね。キムチ準備しました。待って、うまい。辛さはあります、普通に。でも辛ラーメンより全然辛くないです。で入ってるのはね、まあ、ネギと、あとが卵みたいなやつ入ってるね、四角い。あとなんかね、ひき肉みたいなのが入ってます。はい、こういう感じで。これをね、キムチと一緒に食べるの美味しいよね。なんか私が今作ったんだけど、作ったっていうかお湯入れただけなんだけど、お湯の温度が低すぎてなんか冷やしラーメンみたいになってるけど、美味しい。韓国商品売ってるお店とかに行ったらぜひ探してみて、ワントッコ。でこれ韓国人の人もめっちゃ好きだと思います。てか みんなこれ食べてるイメージある。なんかこれのいいところっていうか好きなところは、麺がめっちゃ細いんですよ、他のラーメンと比べると。ちょっと今マジで申し訳ないんだけど、ちょっと伸びちゃって麺がいつもより太く見えるんだけど、本当に細麺なの。なんか食べやすいから、結構汗かいてきた。これ本当におすすめだから、マジ食べて、もうなんかさっきからこれおすすめだから食べてみてねとかしか言ってないけど、マジでおすすめ。マジでおすすめだから、ほんと食べてみてください、皆さん。最後のカップラーメンはこちらです。マヌルミョンポッキ。はい、これまあ、焼きそばみたいな感じだから、お湯を入れたら、おー、もうニンニク入ってる、すごっ。お湯を入れたら、お湯を捨てて、そしたらこれなんか粉みたいなのがあるんで、すんごっ、部屋がニンニク臭。ベーコンマヌルソースを入れましょう。なんかブルダックポックンミョンがすごい今流行ってる、今っていうかまあ人気があるけど、そういう感じで作りますね、これは。うわっ、すんごい匂い、完全ニンニクで入れたら混ぜます。すんごっ、部屋がマジですごい匂い。わー、わー、これ結構見た目辛そうですよね。
なんかポイントはね、まあお湯を全部捨てないでちょっと残して入れるともっとよく混ざると思います。すごいよこれ、ニンニク丸ごと入ってるもん。うわすっごい美味しかった。ごめんなさい、たくさんね混ぜましたんで食べてみます。うわ美味しいんだよね。2回目ですけど、いただきます。すんごっ、これニンニク食べてるよりニンニクだわ。私ニンニク大好きだからめちゃくちゃ美味しい。だから辛いかなと思われがちなんですけど、ピリ辛ぐらい。あのブラタクポックンミンは辛く食べられないっていう方を安心して食べれる辛さ。辛ラーメンより辛くないかな、普通に食べやすい甘辛い感じ。うん、제가궁금한게있는데이거일본에서샀어요한국에서도인기있어요なんかこれ日本で見つけたんですよ。だから韓国でも人気あるのかなと思って。マジでうまい。でも本当に結構味見がこれ濃いめなので、あのお酒のおつまみとして、あとはチートデイっていうのか、チートデイの日とかに自分のご褒美として、はい、食べてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日は3つ韓国カップラーメンをご紹介しました。もうちょっとあの冒頭からねこの髪の毛に始まったので、ちょっとね緩い内容だったし、あの本当にカップラーメン食べるだけだったんですけど、今日3つご紹介したやつ本当に美味しいし、私のおすすめなので、なかなか今ね韓国に行けなくて、でも韓国感じたいなって思ってる方がいらっしゃったらぜひ食べてみてください。逆にこれ美味しいよみたいなおすすめ韓国カップラーメンあったら教えてほしいです。あとはね、あの今日は韓国カップラーメンのご紹介だったので、次は、日本のカップラーメンのご紹介をね、してみたいなと思ってますので、ぜひこれ食べてくださいとか、これ紹介してほしいですみたいなカップラーメンがあったら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、そして高評価、あと通知設定の方もよろしくお願いします。 From 오늘은 이만 안녕 バイバーイ。